はい、サイヒデマンです。どうも、ノリピスです。いや、ノリピス久しぶり。はい、どこ行ってた？2週間コロナの影響で外食自粛してました。今回ですけども、石垣島の B 級グルメで鬼笹っていうのがあって、テレビとかで取り上げられてて結構知ってる方もいると思うんですけども、鬼笹以外にも実はですね、たくさんあるんですよ、おにぎりと惣菜を組み合わせる。はい、なので今回は鬼笹以外の惣菜を深掘りしていきたいなと思います。鬼笹といえばこちらの知念紹介なんですけども、これですね、知念紹介今有名なんですけども、知念紹介以外にも、中学校とか高校の目の前に、各学校の前にちっちゃい商店があって惣菜屋さんがあるんですよ。そこで、そう、町ぐわって言って、方言で町ぐわ、町ぐわ方言か、町ぐわって言うんですけど、で休み時間とか昼休みになると学生が出てきてお腹を満たすために買うんですけども、これもあれだ、お前はあんま分からんと思うけど、内地の人からしたら珍しいみたいさ。こうやって昼昼食か、意外にもう学校の外に出てご飯を買うっていうのが珍しいみたいで、石垣では当たり前のことがやっぱり内地では全然違うっていうのをいろいろあると思うんで、今後も紹介しながら今日は こちらの惣菜紹介していきます。食べる企画大好きです。まず一番人気なのは鬼笹。鬼笹、鬼笹はこれもですね、なんかルールっていうか呼び名があるんですけど、鬼笹はおにぎりとささみで鬼笹なんですよ。この B 級グルメ独特の食べ方で、おにぎりと惣菜を袋の中でドッキング、そうで、こういうなんか食べやすい形にして食べるんですけど、これをね、もう子供から大人まで、そして女子も男子もみんなこういう食べ方するんですよ。これはもう本当に不動のエースで、サッカーで例えると本田圭佑。トリーピス的にこれがエースって言ってるんですけど、僕エース、僕らの時代はこれかな、こっちなんですよ。これですね、またちょっと変わってて、おにぎりなんですけども、ジューシーといって、沖縄風炊き込みご飯で、これにポークを、これもつけてあげたやつがあるんですけども、これがポーク、まあ、あのスパムですね。これを通称なんていうか、なんと呼ぶかというと、十宝、ジューシーポークで十宝と言います。これはですね、ケチャップで大体食べるのが多いです。じゃあ久しぶりの十宝、なんかね、最近鬼笹に押されて、俺も鬼笹ばかり食ってると十宝久しぶりに食べてみたいと思います。サッカーで例えてね、サッカーうまい。あ、やっぱりね、デブ飯はやっぱ美味しいんですよね。デブ飯って基本味が濃いですからね、ケチャップとかマヨネーズとかすごいかけがちなんですよ、やっぱり。だから美味しい、だから美味しい。うまい。サッカーで例えるとキングカズ、三浦和義、何年経っても愛される、あの活躍してるキングカズ、美味しいな。次はですね、ハンバーグとおにぎり。ハンバーグもカレーの衣をまとわせて一回揚げてて、カレー風味のハンバーグになってるんですけど、これを何というでしょうか。まあ、おにぎり、さっきので言えばおにぎりポークでおっぽう、おにぎりハンバーグで、まあ、さっき答え聞いたっけ、はい、何というでしょうか。さあ皆さんもお考えください。まあ、正解は、まあ、単純におばあって言います。おにぎりハンバーグ略しておばあ。あ、違うな、俺らはおばあだったけど、僕らの学校でおばあだったんですけど、隣の学校では鬼飯って言ってましたね。おにぎりハンバーグで鬼飯。大体そういう役ね。僕は初めてこれ食べますね。これもケチャップ、基本ケチャップ、基本、まあ、ケチャップが人気ですね。じゃあいただきたいと思います。おばあ、通称おばあ、おばあ鬼飯。うん、美味しい。やっぱりハンバーグっていう安定があるんですけど、これカレー粉混ざってるんでスパイス効いてくるんですよ。じゃあ次、おにぎりと、これね、おにぎりをまた今度しそおにぎりなんですよ。ちょっとしその爽やかな風味と、こちらがコロッケ、中身コロッケなんですけども、これをまた、はい、通称なんていうでしょう、なんていうでしょうか。これは簡単、おにコロ、はい、おにコロ、おにコロ、正解。おにぎりコロッケでおにコロです。学生の時とかですね、まあ、友達とかについでに買い出しお願いする、鬼コロと六方と鬼笹買ってきてとか、もうそんな感じで使ってます。じゃあ鬼コロいただきます。うん、これも中身カレーですね。カレー風味のコロッケで、カレーがやっぱり人気だからかな、やっぱ味が安定してるんじゃないですか。おいしい。でこちらですね、八重山そばなんですけど、これもこういうミニカップのそばがもうあれかじめ売ってるんですよ。
これをお会計した後に自分でそば出し、あるんですよ、あれを注いで、なんと130円でそばが食べれます。いただきます。いただきます。うん、おいしい。西田、うん、弁当と出汁が効いてて、弁当とそばがいい感じですね。で、僕はあの高齢グスって言って、あの隣にある調味料、辛いんですけど、あれを入れるとちょっとアクセントが効いてて、まあ、苦手な人もいるんですけど、僕は入れる派ですね。自粛してたんでそば食べてなかったんですよ。で、他にも惣菜があるんですけど、僕が必ず買うのがこちら、チーズオムレツ。中にチーズが入ってるんですよ。これがね、なんか美味しくていつも買ってしまうんですよね。これと串揚げ、なんだっけ、これ串団子。これはもう期待裏切らないですからね、本当に。これもなんかね、やっぱり懐かしくていつも買ってしまうんですよね。これで、僕のところにあるのが出ました、なんとカレーウィンナー。またカレーカレー好きだな。茶色いもの大好きなんで僕。うん、やっぱり。これはもう一個はメンチカツ。いただきます。これも茶色い。メンチカツとおにぎりはあんまり食べたことないけど、まあ多分訳するとしたら鬼麺とかかな。おにぎりメンチだから。ああ、鬼麺。お麺は？お麺。あんまりでも聞いたことない。あと、そうだから。照り焼きチキンもあるんですよ。あ、照り焼きチキンも人気ですね。味が濃い。照り焼きチキンはでもあんまり何、鬼照りとか、鬼照りかな、鬼照りっていうのかな。まあ大体こんなもんかな。で、現場系の仕事してる人はもう朝早くにそういう惣菜屋さんで買って現場に向かってお昼食べたり、僕らは休みの日に買って海で泳いだ後に海で食べたりとかするんで、もうなんかもう一日中人がいるんですよ。テレビで取り上げられて人気になって、県民賞はでかいですね。県民賞ちょっとでかいですね。県民賞で取り上げる前に取り上げたかった。ちょっと他にも秀夫賞、多分こういうネタあると思うんで、県民賞が取り上げる前に一回ね、ちょっとこの YouTube で紹介したいと思います。ちょっとなんか考えとけよ、そういうのちょっと探しながらまた取り上げたいと思います。今日はですね、石垣島の B 級グルメ紹介でした。鬼笹が本当に有名なんですけど、鬼笹以外にもいっぱいあるんで、ぜひ皆さん自分好みの惣菜で自分好みのネーミングで食べてみてください。じゃあまた次回の動画で会いましょう。じゃあねー。さよならー。